はい、どうもこんにちは、理学療法士の石田です。今回は先輩は大したことないというテーマでお話していきたいと思います。僕は今9年目の理学療法士で治療院を4店舗経営しています。まあ、9年目なんでそこそこ参考になる話が若手の方にはできるんじゃないかなと思っています。で、冒頭で先輩は大したことないとか言っちゃったんですけど、まあ、全員が全員大したことないわけではなくて、もちろんすごい尊敬するような人たちもいます。まあ、なんですけど、まあ、全員がすごいわけではないってことが言いたいです。1年目の時って職場の先輩全員すごく見えますよね。なんかもうみんな最強だなみたいな思うじゃないですか。僕も1年目で就職した時にですね、もう先輩も2年目の人も3年目の人も、もう10年目の人 もうみんなすごいって思ったんですよ。なんか自分の知らないことをめちゃくちゃ知ってて、もうこんな風になれないわ、みんな神だわみたいな思って、もうなんかどうしようって思ったんですけど、まあ、実際そういう心配は無用ですね。まあ、なんか例えばですね、臨床見学に入って、でそうするとまあ大体先輩って僕がこうなんかこう思いましたみたいに意見言うと、それなんでなんでなんでってまあ出るじゃないですか、こうなんで攻めが。でこのなんで攻めはまあ別にこれ自体悪いとは思わないんですけど、別にこれ自体悪いとは思わないんですけどね。まあ、でそれで自分が答えられなくなった時に、先輩方っていやこれはこうこうこうだからこうでこうでこうだよねこうだよねみたいな、だからこれだよみたいな言ってくるじゃないですか。こうでそれって入ったばっかりだともう全然何も分かんない状態なんで、そう先輩の言ってることが全部正しく聞こえるんですよ。でもまあ実際にですね、人の体なんてこう正解は、まあ、何年やっても分からないわけですよ。まあ、分からないって言ったらちょっと語弊があるんですけど、まあ、全部が全部もう正解があるわけじゃなくて、まあ、極論こう患者さんが良くなったらまあ正解なわけですよね。なんで、まあ、患者さんが終わってからそこでなんかこう言ってることって、まあ、別に正解とは限らないし、まあ、なんか自信持って言ったもん勝ち、まあ、特に若くて自分に知識がないともう何でも正解に思えるんで、言われたこと全部がすごく感じちゃうんですよね。でもこれ経験を積んでいくと分かるんですけど、まあ、実際その先輩が言ってるのも、断片的なものというか、この事象に対しての捉え方の一つでしかないんですよね。でここの知識がないともう全くすごいことに思えちゃうんですけど、まあ、なんか本当はこの1個の事象に対して、まあ、いろんなこう可能性があって、そのうちの1個をこうすごく深掘りしてそれっぽく言われただけなんで、実際例えば、まあ、1年目にすごいなって思った先輩がいたことを覚えてて、自分が3年目になる頃にはその言ってたことって、まあ、当たり前だなって思うことも多いし、まあ、実際ね、なんかそれじゃなくて実際はこっちじゃないかなみたいな思うこともあるんですよ。なんか実際間違ってないみたいに思うこともあったりするんですよね。まあ、要するに自分の知らないことを知ってたら何でもすごく見えちゃうんですよ。例えばですね、小学生の時にコンビニの前でたむろってるヤンキーの中学生見て、やべえ怖えって思ったじゃないですか。コンビニちょっと遠回りしても避けて通ろう帰ろうみたいな思いましたよね。まあ、あれと一緒ですね。だけど今ってその中学生見てもなんかもう可愛いなぐらいしか思わないじゃないですか。もう未だにその中学生見てヤンキー見て怖っつって別の道から帰ろうみたいにしないですよね。まあ、それと同じなんですよね。なんか経験積んで普通にやってたらなんかそれっぽくちゃんとなってくるんで、今すごく見えてもそこはなんかこう変な心配はいらないです。でまあなんか錯覚資産というか、まあ、本当にこう長くやってるからすごいってだけで、でこの中で本当にすごいいい先輩っていうのを見分けて、その人からちゃんとこう教えてもらうようにしないと、なんかこうハッタリだけの人もいるんで、そこちょっと気をつけた方がいいかなと思います。でそれの見分け方もちょっとこの後お話ししていきます。そう、あとちょっと僕も1年目の頃すごいと職場の先輩みんなすごいって思ってたんですけど、これなんかそうでもないのかなって思っちゃった事象が一個あって、なんか先輩のカルテをすごい見てた時期があるんですよね。でカルテ見てるとなんか A 先輩が見た時にこう PSIS の位置って評価するじゃないですか。これってなんかアライメント見るんで考察も何もなくてただ普通の評価じゃないですか。でこれを、左の PSIS が高くて右が後ろでみたいな、で、まあ、骨盤がこっちに回旋してるよねみたいな、左が前傾で右が後傾してるよねみたいな、書いてあったんですけど、でそのなんか 2,3 週間後に先輩が、その A さんが休んだ日に B さんが入って、で逆の評価してたんですよ。右の PSIS が高くて左が下にあるから、まあ、右が前傾して左後傾だねみたいな、評価して、それで考察進めているようなカルテが書いてあったんですね。これね、なんかこれ見た時にあもうなんかって思ってなんか考察が違うとかって分かるんですけど、このなんか初歩的なこの評価の段階で、A さんと B さんの意見が違うって、もうこれってなんかどうなんだろうなと思っちゃって、
だからもう一旦勝ちみたいなところあるんですよね、本当に。まあ、これって多分先輩、今これを見てくれてる、ね、あの経験年数がある程度ある先輩方は絶対みんな納得してくれると思うんですけど、自信持って一旦もん勝ちみたいになっちゃうんですよ。こう後輩に指導するときとか、あと実習生にアドバイスするときとかですね。知識がない人からしたら自信持って言ってる人がなんか正解っぽくなっちゃうんですけど、まあ、実際正解って分かんないんで、あのなんかこうプログラミングとか数学とかみたいに答えがあるわけじゃないんで、あの本当の正解っていうのは、まあ、実際分からないって思ってやった方がいいかなと僕は思ってます。ここまでで、まあ、なんか全員の先輩がすごいわけじゃないっていうことを、まあ、ちょっと分かってもらえたかと思うんですけど、じゃあ実際どんな先輩から指導を受けるようにした方がいいのかっていうことについてここからちょっと話していきたいんですけど、まあ、指導を受けるべき先輩の見分け方ですね。でこれに関してはまあいろいろあるんですけど、まあ、今回ちょっと3点、挙げさせてもらいます。で1点目は患者さんの反応がいいっていうところです。まあ、要するに結果が出てるかどうかですね。あの机上の空論はいくらでも言えるんですよ。なんかもうそれっぽい知識を並べてわーって言って、でも実際患者さんが良くなってなかったらそれ正解じゃない可能性高いんで、結局あの数学とかと違って答えがわからないものなんで、患者さんが患者さんの主訴が改善してるかどうかっていうのが、まあ、僕は答えだと思ってるんですね。で、まあ、そこまでに行き着く方法っていっぱいあるんですけど、まあ、結果が変わってないんだったら、そのこういっぱい行くうちの道の1個ですらなかったってことになると思うんで、まあ、結果が 100% 出てる先輩なんていないんですけど、まあ、結果が出てる確率が高い先輩ですね。で結果っていうのは、患者さんの主訴ですね。患者さんの主訴が改善している確率が高い先輩っていうのが、まずは、指導を受けるべき先輩の要素1ですね。で、2つ目が、断言をしない先輩ですね。なんかすごい2年目とか3年目の PT の時に多いのが、もうなんか自分を本当に神だと思ってて、これはこうでこうでこうだからこうなんだよみたいな、こう決めつけちゃう人ですね。こう断言する人で、なんかこういう人はちょっと違うかなと思ってて、まあ、何回も言うんですけど、このゴールに対しての道筋って1個だけじゃないと思うんですよ。A のアプローチやっても B のアプローチやっても C のアプローチやっても良くなるみたいなことよくあるんで、考え方って無数にあって、まあ、あとはアプローチが同じでも考え方が違ったりとかですね、まあ、なんかいろんなこう可能性があるんですよね。人の体ってやっぱ見えないんで、なんですけど、もうこれはこうでこうでこうだからこうだみたいな、一つの答えしかないみたいな、もう俺の意見が絶対に正しくて他の人のは間違ってるみたいな、そういうこう偏った思考の人ですね。こういう人は、あんまり僕はおすすめしないです。はい。で、次3つ目ですね。で3つ目は、今現在も勉強してる人ですね。まあ、病院で年が上がれば上がるほど勉強しない人ってやっぱ増えてくるんですよ。まあ、そんなにですね、若手の頃やっぱ 1,2 年目ってすごい勉強するんですけど、まあ、3,4,5,6 ってこうどんどん上がるごとに勉強しない人は本当にしなくなっていくんですね。なんで、まあ、あんまり研究年数とかにとらわれずに、2年目とか3年目でも勉強めちゃくちゃしてる人はめちゃくちゃしてるん で6年目7年目、まあ、10年目とかでも全然してない人はしてないんで、まあ、経験年数とかよりも、勉強を今も継続してやってるかどうか、これは結構気にすべきかなと思ってます。多分勉強してない10年目の先輩と勉強してる5年目の先輩だと5年目の先輩の方ができるってケースもいっぱいあるし、ただこれを1年目の状態で聞くとなんかどうしても経験年数に引っ張られるんで、経験年数上の人が言ってたことの方が正しいみたいになっちゃうんですけど、これはあんまり経験年数は関係ないと思います。まあさすがに、半年しか経験してない人と5年経験してる人とかとは違うんですけど、4年目とか5年目とかと7年目8年目とかの差って、まあ、あるはあるんですけど、そこまで来ると勉強してない7、8年目よりも勉強してる3、4年目の方ができるってケースは全然あるんで、ある程度ですね、年上の先輩だったら経験年数っていうのは一旦こう除外して、勉強をどれぐらいしてるかっていうのを見た方がいいと思います。ちょっと長くなってしまったんですけど、まあ、先輩が全員すごいわけじゃないっていうことと、仲良くすべき先輩は、患者さんの反応がいい人、結果が出てる人っていうのと、決めつけない、断言しない人ですねっていうのと、あと勉強してる人、この3つですね。ということで、この動画参考になっていただけたって方は高評価、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。はい、では次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。